え普通の歴史、隣国編の2番。えー、中国はなぜ白人と戦わなかったのかと。えー、っと、私はですね、あの、中国と朝鮮との関係を改善していくべきだというふうに思っております。まあ、テレビの中で盛んにですね、中国とか朝鮮を批判する番組をやっておりますが、もともと憎しみ合おうとつもりだったらば、もう話はしない方がいいんですよね。まあ、これ、対人関係もそうで、えー、私はですね、どうせ話をするなら、 相手と親しくなる方向に話をしなきゃいけないと思います、えー。特に中国と朝鮮については相手が何を考えてるのかっていうのは非常に難しくてまあ歴史的なことと現代的なことがあるんですがまず歴史的なことを整理しようと先ほどあの前前回に言いましたようにアジアの諸国の中で中国と朝鮮だけがですね実は白人と戦わなかったという非常に特殊な歴史を持ってるわけですね。 アジアは広くて国がものすごく多いんですがああ日本の隣国の中国と朝鮮だけが戦わなかったあと後でちょっとあのタイとシャム、まあ、これは特殊ケースがありますので、えー、説明をいたしますがまずは本質字だけいきたいと思いますヨーロッパ人がアジアに来たのは最初にスペインとポルトガル後にオランダイギリスフランスアメリカドイツという国が次々とアジアに来ましてですねアジアの諸国をまあ奴隷的植民地にしたわけです 奴隷的植民地というのはですね、えー、日本人が他の国をちょっと一時占領した状態とは全く違うんで、まあ、単なる植民地という言い方はまずいんじゃないかという読者の方のサジェッションがあり、私もそうだと思って、えー、ヨーロッパ人がアジアの国を支配した時のことを奴隷的植民地というふうに呼ぶことにしました。えー、アジア一方、アジアの方はですね、えー、その国の国民がその国の領土に住むと。 力ががあっても隣国を攻めないといとうのが原則でした例えば日本はですね鎌倉時代ぐらいからかなり強くてですねまあ例えばモンゴルが日本にやってきたわけですねまあことごとくモンゴルというのは他の民族をやっつけたんですけども日本には勝てずに撤退しましたこれ神風が吹いたからという歴史的なものもありますが私がこのブログにもありますが私が整理した感じではですね戦いは互角でしたねですから モンゴルをと互角に戦う日本の軍隊というのはですねもしもですね鎌倉時代室町時代江戸時代といったこういった時代にですね白人的な考えを日本人が持ってたら台湾とかフィリピンなどは日本の領土にしたと思いますねしかしアジア人これは特に中国とモンゴルを除くんですがそういうアイデア自体が非常に少なかったと思われます この傾向は、アジアに住むアジア人ばかりでなくてですね、かつてベーリング海峡を渡ってアメリカ大陸の方に行ったアジア人ですね。これはアメリカインディアンと変な呼び方を呼ばれておりますが、それとかマヤ文明、アスタカ文明、インカ文明といったですね、ものを作ったアメリカ大陸の住民も同じ傾向でありました。かわいそうにアメリカ大陸では国を取られるばかりでな、かですね、ほとんど全滅、 させられたとまあいう状態ですねただ、ちょっとここのところは非常に難しくてですね、ちょっと激しい方なんですが、日本の歴史学者は白人崇拝なんですよ。ですから、白人から見た歴史しか整理しておりません。従って、いまだにですね、アメリカ大陸発見。アメリカ大陸発見なんていうのはヨーロッパの味方ですからね。アメリカ大陸はもともと人が住んでたわけですから。それから、アメリカン・インディアンっていうのもですね、非常に馬鹿げた侮辱的な言葉でですね、 これをこのまま我々が使ってるってこと自体がですね、まあ、まずいんですけども、まあ、とにかくそうだと。白人がアジアに来て、インドネシア、インド、セイロン、えー、まあ、現在のスリランカですけど、フィリピンと順序よく奴隷的植民地にしていったわけですね。で、やり方はもう非常に単純で、強力な海軍が来て、それに陸戦隊が上陸して、あるいは現地政府を騙して植民地化していったわけですね。 そしてアジアのほとんどすべてを植民地化した後、地理的には最も遠かった中国と日本にやってきたわけです。日本は鎖国をしましてね、がっちり守ってたんですよ。日本というのはなかなか変な国なんですね。まあ立派な国っていうか。そこで19世紀の半ばまでは日本には近づけなかった。ですが、中国はすでに清という王国が衰えておりましたので、まあ、少しずつ侵略してきました。えー、ここでですね、 と事実を交代させましてね中国はなぜ白人と戦わなかったのかということを理解するためには中国とは一体どういう国だったのかとかですね秦というのはどういう帝国だったのかをちょっと知る必要があるんですねもともとあの中国秦は中国の王朝ではなくて、えー、つまり中国人、まあ、イコールシナ人なんですがこれとは違ってですね満州にいた女神族ですね のの王様にヌルハチってのがいまして、まあ、えー、言葉の五感から言ってもこれは漢民族ではないってこと分かりますよね。これをあの孫にする一番元最初にするの王様だった国でですね満州で力をつけまして、えー、それから万里の長城を越えて当時ボロボロになってた中国の王朝明を滅ぼして北京に港を移したわけですね。もともと満州っていうのは非常に荒涼とした土地でものすごく寒くて人口もすごく少なかった。 でこの人たちが北京に移動したらですねいやもう天国みたいなんですよ。もう乱熟した民の文化を味わって広大な宮殿に美人揃いの高級ということですからまあ田舎暮らしだった女神族の指導者にとっては夢のような北京だったわけですね。明、えー、の時代まではですね、えー、皆さんよくご存知の北京のすぐ北、まあ、これは北京からもう本当に20分30分車で行けばすぐあるんですが万里の長城を作りまして その北側は遺敵、つまり山な外国人が住んでたわけです。そこからシナを守ろうと思って万里の長城を作ったわけですから、中国人、つまりシナ人の意識はですね、中国は中原である。あこの中原というのは中国の中央部の部屋のことを言ってるんですけども、そういう意識があったわけですね。従 <laughs> って、まあ、唐という王朝の時代に一部西の方に行ったことがあるんですが、それ以外はあまり。 外側に広がろうとしてたわけではないんですね。ところが、新王朝だけはもともとがですね、万里の長城の外の人、外人ですからね。ら外人ですから別に外国と中国との領土の区別はないんですね。そこで力のあった新朝の最初の時期には、どんどん中国の外の領土を取って大きな国になりました。えー、っと、宮脇淳子さん先生の からお借りしたです、ね、明と清の領土の大きさを比較した図をここに示しますが明が大体標準的な中国の王朝の領土でしたからそれに比べて清の領土がそれまでの中国という領土ではないとそれ以外にチベットとかウイグルとか全部取った領土だったということがわかりますえつまり明の領土ってもともと漢民族が住んでたところだったんでその外側を取っていたということですね このことがですね、後に中国が白人と戦わなかった非常に大きな理由になります。えー、つまり、えー、まず第一に、新そのちょうど19世紀の最初の頃、白人が中国に来た頃ですね、中国は秦という王朝がやや衰えた状態でいたと、まず言うことが一つですね。それから秦という王朝は、 中国いわゆるシナの漢民族の王朝ではなくて、満州から北京に攻め入ってきた。まあ、もともとはもっと攻め入ったっつったら、もう少し厳密に言うとですね、万里の長城の外で一回戦って、コテンパンにやっつけて、悠々と万里の長城を越えて北京に来たら、もうすでに、 倒れる寸前だった明王朝の軍隊も官僚も全部逃げちゃったと。まあこう言ったら正しいんですけど、まあ歴史はこういうことが面白いんですけどね、あんまり詳細にわたりますと訳が分かんなくなっちゃうので、ここは大ざっぱに進めております。ということが2つ目。3つ目が、新王朝はそれまでの中国の領土と違って、中国の領土の外側を占領してたということですね。 これがまた今の誤解になっております。我々が中国を見るときですね。例えば今の中国は満州、内モンゴル、新疆ウイグル、チベットと。それから南方の方もちょっと多くですね、領土にしてるんですね。この領土は実はもともとの中国人の領土ではないんですよ。この3つがですね、非常に大きく影響しました。まあ、日本で言えばですね、まあ、遠くなんかカムチャッカ半島かなんかをですね、一時占領してたとしますね。 そしたらそのうちカムチャック半島をくれという人が出てきたらまあ争わない方がいいかなと言ってあげちゃうと、まあ、そういうような感じなんですね。それで中国は実は白人と戦わないというそういうことを歴史的に、えーまあ、起こったということになりますので、まあ、そのことをよくこう理解しておくということがですね、まあ、中国を本当に理解するという意味でも大切かというふうに思います。